こんにちは、奈田誠二です。この間から、点の過去、線の過去ということで完全過去と不完全過去をやってきてますよね。で、今日はそのうちの線の過去、不完全過去の方をもうちょっと詳しく掘り下げてみようと思います。今日の目的は不完全過去の、活用をまず暗記するということですね。で、あとは、不完全過去を使って簡単な文を作れるようになるというのを目標にしたいと思います。念のための復習ですけれども、ポルトガル語には2つの過去形がありました。一つは完全過去ですよね。またの名を点の過去と言いました。で、もう一つが、不完全過去、線の過去ということで、日本語では何とかしていたというふうに訳されることが多いです。で、そのしていたというところにその時間の幅が感じられるということなんですよね。なので、不完全過去というのは過去の継続した動作とか状態を表すのに使われるんでした。では、早速活用形に行きましょう。もうこれは、毎回そうですけど、覚えるしかしょうがないんですよね。でも今日はかなり明確な規則があるので、心配ないです。まず話すという単語、falar というのは eu falava, você falava, nós falávamos, vocês falavam, falava, falava, falávamos, falavam というふうに変化します。次に、eh で終わる動詞、comerは、eu comia、você comia、nós comíamos、vocês comiam、comia、comia、comíamos、comiam というふうに変化します。で、eh で終わる開くという動詞、abrir は、eu abria、você abria、nós abríamos、vocês abriam、abria、abria、abríamos、abriam と変化すると。そしてこれよく見るとですね、食べると開く、つまりコメールとアブリールは同じ形で変化してますよね。原型はエーエヒとイーエヒというふうに、終わる語尾は違ってるんですけれど、活用の変化の仕方は全く一緒です。ということは、3種類の動詞があるんですけれど、実質的に覚えるパターンは2パターンでいいということですよね。つまりアーエヒで終わるファラールのタイプと、エーエヒで終わるコメール、イーエヒで終わるアブリールっていうのは一つとして考えられるということです。で、さらにですね、こういう見方をするとよりシンプルに見ることができます。つまりファラールの方はこのファラーバっていう形がもうエウからボセイスまで4つともに内蔵されてるっていうふうに見ることができるんですよ。そうするとノイスのところにモス、ボセイスのところにエミをトッピングすればもう全部活用形ができてしまう。これはファラールもコメールもアブリールも全部に共通の特徴なんですよね。どうですか、こういうふうに見るとうんとシンプルに見えますよね。はい、そしてこの不完全過去の中で不規則な活用する動詞っていうのは4つしかないんです。それが、おなじみ B 動詞のセールですね。それから持つという動詞のテール、来るというヴィール、置くという意味のポール、この4つだけが、不規則動詞です。ちょっと音だけ確認しておくと、セールのところが eu era、 você era、 nós éramos、 vocês eram、 era、 era、 éramos、 eram となります。テールが eu tinha、 você tinha、 nós tínhamos、 vocês tinham で、 tinha、 tinha、 tínhamos、 tinham ですね。来るのヴィールが eu vinha、você vinha、 nós vinhamos、 vocês vinham、 vinha、 vinha、 vinhamos、 vinham と。で、奥のポルが eu punha、 você punha、 nós punhamos、 vocês punham ですね。で、これもさっきと同じように見ることができるんですよ。例えばセールだったら上から下までエラがもう含まれてますよね。ノイスのところにはお尻にモスをつけて、ボセイスのところにはお尻にエミをつけるだけで、全部に共通のその変化が整っちゃうということです。ここまで大丈夫ですか。では、ちょっと気が早いんですけど一応練習をしておきましょう。不完全過去形の活用をいってみようということで、これもいつものようにエウ、ボセ、ノイス、ボセイスという主語とセットでいってみましょう。では最初、働くという動詞トラバリアルが eu trabalhava、você trabalhava、nós trabalhávamos、vocês trabalhavam。遊ぶ、ふざけるが brincar、 eu brincava、 você brincava、 nós brincávamos、 vocês brincavam。 好む、 gostar が eu gostava、 você gostava、 nós gostávamos、 vocês gostavam。
ですね。次、エーエヒで終わる動詞にて、理解する、entender、eu entendia、você entendia、nós entendíamos、vocês entendiam、忘れる、esquecer が、eu esquecia、você esquecia、nós esquecíamos、vocês esqueciam。次、いいえ日に行って出かけるが、sair ですね。eu saía、você saía、nós saíamos、vocês saíam。微笑むが、sorrir、eu sorria、você sorria、nós sorríamos、vocês sorriam。で、次の3つは不規則のやつでした。ser が、eu era、você era、nós éramos、vocês eram。持つのテールは、eu tinha、você tinha、nós tínhamos、vocês tinham。最後、来るの vir、eu vinha、você vinha、nós vinhamos、vocês vinham。では次はですね、一応この活用を使って簡単な文を組み立ててみたいと思います。使う動詞は括弧の中に書いてありましたので、皆さんも一緒にちょっと想像してみてくださいね。まず最初が、私は毎年ブラジルに旅行をしてた。旅行するという動詞は viajar です。そうすると、私は旅行してた、 eu viajava、 ブラジルへ、 para o Brasil、 毎年、 todo ano、ということで、 eu viajava para o Brasil todo ano、 eu viajava para o Brasil todo ano。 次、彼女たちは一晩中踊ってた。踊るっていう動詞は dançar っていうんですね。そうすると、彼女たちは踊ってたというので、 elas dançavam で一晩中とつければいいので、 a noite toda とすと、 elas dançavam a noite toda、 elas dançavam a noite toda となります。次、あなたは決して肉を食べなかった。肉を食べるっていうのは、comer carne っていうんですね。そうすると、あなたは決して食べなかった。você nunca comia、肉を、なので carne ですよね。você nunca comia carne、você nunca comia carne。ここの nunca っていうのは、前もやりましたよね。これは英語の never にあたって、強い否定なんです。決して何々ないとか、一度も何々ないという意味なんですけど、この中に noun の意味を含んでるんですね。次、私は昔自転車で通っていた。自転車で通うっていうのは、ir de bicicleta って言います。この間、交通手段の表現のところでやりましたよね。G プラス乗り物で、なんとかで行くっていう意味でした。そうすると、昔っていうのは、antigamente。私は通っていた。eu ia。自転車で、de bicicleta ですね。通すと、antigamente eu ia de bicicleta、 antigamente eu ia de bicicleta。 次は、私たちはいつも小声で話してた。小声で話すっていうのは、 conversar baixo。 この場合、私たちは単数で、a gente を使いますね。そうすると、 a gente sempre conversava baixo、 a gente sempre conversava baixo。 いつもっていうのは sempre、 もう何回も出てきてますよね。コンベルサールというのは、おしゃべりをするという意味の単語です。では、不完全過去のいろんな使い道について見ていきたいと思うんですけれど、不完全過去の使い道の主なものに、昔を振り返るというのがあるんですよね。ここに回想シリーズというふうに書いたんですけど、昔なんとかだった時とか、何々していた頃、どんな風だったっていう時に不完全過去を使うんですよね。なので、まずそこにフォーカスした言い方を練習したいと思います。まず最初は、子供の頃時々おねしょしたものだった。Quando eu era criança, às vezes eu fazia xixi na cama. Quando eu era criança, às vezes eu fazia xixi na cama. 子供だった頃、よく使う表現ですけど、Quando eu era criança というふうに言います。それから時々っていう表現もここでちょっと覚えておきたいですね。Às vezes って言います。次、彼女たちは若い頃、渋谷でモデルとして働いてた。Quando elas eram novas, trabalhavam como modelo em Shibuya. Quando elas eram novas, trabalhavam como modelo em Shibuya. これ発音難しいところですね。Elas と eram。Elas eram。一つは L で、一つは Eh です。この L と Eh が続くところがちょっと難しいですね。次、学生の頃毎日バイトをしてました。Quando nós éramos estudantes, fazíamos bico todos os dias. Quando nós éramos estudantes,
fazíamos bico todos os dias。 アルバイトをするというのは fazer bico って言います。でここで重要なのはこの上の句ですよね。子供だった頃とか若い頃とか学生の頃、まあ、とりあえず今ここではいろんな活用形で書いてますけど、まず最初はとりあえず全部私はで覚えるのがいいと思います。例えば Quando eu era criança、 私が子供だった頃、私が学生だった頃だったら Quando eu era estudante、 私が若かった頃だったら Quando eu era novo っていう感じですよね。非常に応用の効く、上の句だと思います。で次は普通に何とかしてた頃、まあ、何とかしていた時代、あの頃っていう言い方ですよね。この場合は別にセール動詞じゃなくて普通の一般の動詞を使えばいいので、そのまま活用させるだけですね。例えば彼女は彼と付き合ってた時ダイエットしてました。 Quando ela namorava com ele, ela fazia regime. Quando ela namorava com ele, ela fazia regime. ダイエットするっていう、まあ、いろんな言い方ありますけど、ここでは fazer regime と言ってます。次が、髪があった時はめったに髪を洗わなかった。Quando tinha meu cabelo, raramente o lavava. Quando tinha meu cabelo, raramente o lavava. このおっていうのは髪の毛っていうのを一語で言い換えた、まあ、目的語になってるんですけど、まあ、この言い方はまた、回を改めて説明したいと思います。それよりもここで、覚えておきたいのは、このめったに何々ないというハラメンチっていう言い方なんですね。これもこの中にナウンっていう否定の意味をもう含んじゃってるんです。なのでどこにもナウンっていう否定語は見当たらないんですけど、ハラメンチっていうだけでもうめったに何々ないっていう意味を含んじゃってるんですね。次、市役所で働いてた時、いい給料もらってた。Quando trabalhava na prefeitura, ganhava bem. Quando trabalhava na prefeitura, ganhava bem. 次は、よりピンポイントで何とかした時っていうのは、これは完全過去、前回やった完全過去で書き出します。だけどその何とかした時何々していたっていうこの後半に不完全過去を使ってくるわけですよね。上の句が完全過去で、下の句が不完全過去っていうパターンですね。例えば彼を見た時、こっちは完全過去ですけど、彼は道を横切っていた、こっちの横切ってたっていう方が不完全過去になるんですね。 Quando olhei para ele, ele atravessava a rua. Quando olhei para ele, ele atravessava a rua. 沖縄に着いた時とても暑かった。 Quando chegamos em Okinawa, estava muito quente lá. Quando chegamos em Okinawa, estava muito quente lá.雨が降り始めた時、私たちはお茶してた。Quando começou a chover, a gente tomava café. Quando começou a chover, a gente tomava café. 次、事務所に泥棒が入った時、彼らは別の部屋にいた。Quando o ladrão roubou o escritório, eles estavam na outra sala. Quando o ladrão roubou o escritório, eles estavam na outra sala. で、次がこれすごく大事なんですけれど、不完全過去の代わりに、過去進行形が使われるっていうことが非常に多いんです。もちろんこれは全ての不完全過去が過去進行形に置き換えられるっていうことじゃないんです。例えば何とかしたものだったっていう過去の習慣とか、その反復した動作っていう時には過去進行形っていうのはぴったり来ないですね。なので過去進行形が使える時っていうのは、その時まさに何々していたとこだったっていう、そういう表現の時に過去進行形が使われると。例えばですね、君に電話した時、君は家を出るとこだった。Quando eu te liguei, você saía de casa. Quando eu te liguei, você saía de casa. この saía っていうのが、出るところだったっていうんですけれど、これを過去進行形にしたら、estava saindo になるんですね。進行形の作り方、ざっと復習しておきましょう。進行形の公式っていうのは、estar プラス、例えば falar だったら falando、comer だったら comendo、abrir だったら abrindo ということで、and、end、end っていうのが ing に当たるんでした。で、過去進行形っていうのは、この estar の部分が今やってる不完全過去で活用するんだということなんですよ。つまり、estava、estava、estávamos、estavam で活用する。それだけなんですよね。もう一つ例文見ると、地震が起きた時、彼らはソファで寝ていた。Quando teve terremoto, eles dormiam no sofá. Quando teve terremoto, eles dormiam no sofá. Dormiam というのは不完全過去ですよね。でもこれを過去進行形にすると、主語がeles なので、estavam。で、原形はdormir だから dormindo となりますよね。estavam dormindo. Eles estavam dormindo no sofá.
Elles estaban durmiendo en el sofá という風になるんです。これはまたプラチカでもうちょっと練習したいと思います。では最後に、過去形とセットで使われる時を表す副詞を見ておきたいと思います。今までも何度も出てきてるおなじみのものばっかりなんですけど、毎日っていう言い方、todo día、todos los días、これ両方とも毎日っていう意味なんですね。todo día、todos los días。で、これとそっくりなのが、その赤い囲みの中見てください。一日中っていうのがありますよね。お día todo、お día todo。もう同じ部品の並び方が違うだけで非常に紛らわしいんですけれど、これのいい覚え方をちょっと紹介します。これはですね、単純に語順で覚えちゃうのが分かりやすいと思います。つまり todo día っていうのが毎日なんですけど、 día っていうのは英語の day にあたりますよね。日にあたるんです。だから todo día っていうのはそのまま毎日の語順になってると。同じように一日中っていうのもお día todo、このおじやの方が一日だとすれば、トードっていうのが、まあ、ずっと全部っていう意味で、この一日十の十にあたるっていうことですよね。そうすると毎日はトードじや、一日十はおじやトードということで、このトードの位置が日本語と対応してるというふうに見ると覚えやすいと思います。あとは全部同じ要領で見ることができます。例えば毎週っていうのはトーダスセマーナ、トーダサスセマーナス、毎月は todo mês、todos os meses、毎年 todo ano、todos os anos ですね。で、1週間中って言ったら a semana toda、 1ヶ月中は o mês todo、 1年中 o ano todo ということですね。それからもう1個だけ重要なことですが、昨日、今日、明日という一番基本的な単語ですよね。昨日が ontem、 今日が hoje、明日がアマニャン。これはいいと思います。これに午前、午後、夜っていうのを掛け合わせると。午前っていう言い方がジマニャン、ジマニャン。午後にっていうのはアタルジかジタルジ。どっちも言います。夜にっていうのもアノイチっていう言い方もあるし、ジノイチっていう言い方もあります。で、この組み合わせは自由自在なんですよね。つまり昨日の午前だったらOntem de manhã、 昨日の午後だったら Ontem à tarde、 昨日の晩だったら Ontem à noite っていう風になるし、今朝だったら Hoje de manhã、 今日の午後だったら Hoje à tarde、 今晩だったら Hoje à noite という風に言えるということです。さあ、今日の説明はここまでで、次はプラチカの方に行きましょう。ではまず最初は定番のフレーズばっかり集めましたので、次の動詞を不完全過去形に変えてみてください。まず1番、彼女は子供の頃ブラジルに住んでいた。 Quando ela era criança, ela morava no Brasil. Quando ela era criança, ela morava no Brasil. ですね。次が、私が学生の時毎年海外旅行していた。Quando era estudante, viajava no exterior todo ano. Quando era estudante, viajava no exterior todo ano. 次、父親が働いている間、息子たちはテレビを見ていた。わあ、うちの子です。Enquanto o pai trabalhava, os filhos assistiam televisão. Enquanto o pai trabalhava, os filhos assistiam televisão. 4番が、彼が私を呼んだとき、私はトイレにいた。Quando ele me chamou, eu estava no banheiro. Quando ele me chamou, eu estava no banheiro. 5番、彼は当時とても凶暴な犬を飼っていた。Ele tinha cachorro muito bravo na época. Ele tinha cachorro muito bravo na época. 最後、私たちはあのレストランでめったに食べたことがなかった。Nós raramente comíamos naquele restaurante. Nós raramente comíamos naquele restaurante. 次は、不完全過去の文を過去進行形に直してみてください。最初が、Ela tomava banho. これを、彼女はお風呂に入ってるとこだったとすると、はい、Ela estava tomando banho.
ela estava tomando banho ですね。次、nós almoçávamos。私たちはお昼を食べているところだったにすると、nós estávamos almoçando。nós estávamos almoçando。3番、eu corria com meu cachorro。私は犬と一緒に走っているところだったというふうにしてください。eu estava correndo com meu cachorro。eu estava correndo com meu cachorro ですね。最後が、eles assistiam televisão。彼らはテレビを見ているところだったとすると、eles estavam assistindo televisão。eles estavam assistindo televisão ですね。今日のまとめです。今日はとりあえずもうこの活用表を完璧に覚えましょう。まず規則動詞の方と、不規則の動詞は4つしかありませんでした。セール、テール、ビール、ポールですね。でもこれはおなじみになった、図なんですけど、完全過去と不完全過去の違い、今日やってる不完全過去というのは線の過去、過去の継続した動作、状態を表す過去形だということでした。では復習のコーナーに行きましょう。前回は完全過去のところをやりましたよね。次の文を完全過去形で言ってみてください。使う動詞は過去の中に全部書いてあります。これがスラスラ出てこない人は前回の完全過去を復習してください。今日はちょっと長くなっちゃいましたけども、最後までありがとうございました。ロバのポルゴ、灘誠治でした。ファロー。